はい、こんにちは。ワーチャンネルマハラです。はい、今日はこちらですね。うん。仮面ライダージオのデラックス。ダブルライドウォッチと、クーガライドウォッチです。2018年12月1日、本日発売のこのダブルとクーガのライドウォッチ買ってきました。うん。これで一応、通常のライドウォッチ、このダイザーに収まるライドウォッチは完成だね。うん。あとはもう情報公開されてるけど、ディケードライドウォッチ。うん。それで平成の仮面ライダー全て揃うことになりますね。そうだね。うん。まあ、食玩とかね、ガシャポンのうち集めてないんで、本当集めたいんだけどね。そうだね。もうないからね。うん。まあ、とりあえず、早速開けていきましょう。はい。はい、ということでこちらがクーガライドウォッチですね。うん。2000年って書いてあるね。ここから平成仮面ライダーがスタートしたんだよね。うん。フレームが金で、周りがね、赤になっててね。うん。マイティフォーム。そうだね。うん、そのいいカラーリングになってて、かっこいいね、これね。うん。はい、じゃあ、対戦シート取りましょう。うん。はい、こちらがダブルライドウォッチですね。うん、2009って書いてあるね。そうだね。フレームがグリーンで、この辺がパープルになってますね。うん、まあ、サイクロンジョーカーだね。そうだね。じゃあこれもう全然知っておきましょう。うん、はい、そしてこちらはですね、テレビくんに付属していたパラドックスライドウォッチですね。こちらも紹介しちゃおうか。はい、はい、でこれはもう電池入ってたね。うん、うん、素晴らしい。パラドックス、おお、パズルと格闘、2つのゲームで戦うライダーはパラドックスだ。おお、はい、では時空ドライバーで聞いてみましょう。はい、まさかクーガ。じゃあ必殺技。はい、続いてダブル。はい、行きましょう。ちゃんとサイクロンジョーカー行ったね。はい、じゃあ必殺技。はい、続いてパラドックスも聞いてみましょう。おー、おー、マザルアップって言った。うん、おい、では必殺だ。はい、それでね、このライドウォッチダイザーってあったでしょ。うん、これがね、すべてついに埋まる時が来ましたね。うん、まずはこの空いてるところ、ここにダブル。
はい、そして一番下のこの空いてるところにクーガドン、はい、で一番上にジオかな、うん、ジオつけて完成、完成、ついにライドウォッチダイザー完成しました。すごい、もうライドウォッチで終わった。これってちょっとずらすんだっけ、こうだっけ。あ、それでもいいんじゃないかな、こうだっけすごいね、ついに完成したね。うん、迫力がすごい、いろんな色がある。はい、じゃあ今日も変身対決やっていきましょう。レシン君が使うのはジオとダブル。はい、じゃあお願いします。変身。お前の罪を数えろ。おお、決まったね、決まったね、新しい髪型で決まったねじゃあパパお願いします。はい、パパはゲイツとクーができますね。はい、変身。まだ演技が。はい、今日もですね、この辺りにアンケート多分用意してると思います。はい、いつも忘れちゃうんでね、つけるのね。多分用意してあると思いますんで、ぜひアンケート投票してくださいませ。はい。はい、ということで今回は仮面ライダージオのデラックス、ダブルライドウォッチとクーガーライドウォッチでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のスマ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。